実金章は、鎌倉中期の教訓説話集。仏典、従前行動業に発送し、実金こと十カ条の教会を掲げ、古今和漢の教訓的な説話、約二百八十話を通俗に説く。儒教的な思想が根底を流れる。年少者の啓蒙を目的に編まれ、その後の教訓書の先駆となった。三巻、十編。序文には、広く和漢の書物に目を通し、 その中から教訓となる話を集めたと書かれている。平安庁を中心に、本庁、違法の説話280を収め、山和物語、合談書古事談などの先行説話集や、指揮、勘定など、引用書の範囲は広い。また、平野清盛など、平家一門の生活圏における説話に、作者が直接見分したと考えられるものも、含まれている。序文に従うと、 県庁4年の成立。編者は未章。東大随一の受者として知られた、菅原井町とする説、明覚寺本なる伝本の奥書きに記された、六原二郎左衛門の入道という人物とする説がある。六原二郎左衛門の入道には、湯浅修行、後藤元綱、佐治茂家などが否定されている。後代の説話集に大きな影響を与え、 アズマヒトなどが本州を出典としている。また、古今著文集と重複する話も多いことから、古今著文集の像保時に使用されたと考えられている。江戸時代の版本や写本が大量に現存しているため、近世にはかなり流布していたと見られる。概ねそれぞれの特目に沿った説話が収められるが、各辺の分量は一定しない。また、特目自体も、 伝本によって多少の移動がある。一類本、二類本、三類本、四類本の四種に大別される。いずれも成立から時代の降った近世以降の伝本であり、総じて古写本には恵まれない。泉本博が二類本の漢本を発見して、以来、伝本研究が進展した。現在、二類本が現代に近いものとして重視されるが、一類本が現代に近い部分もある。 原稿の活字本としては、新定造保国史体系、新編日本古典文学全集、岩波文庫など。新編日本古典文学全集は二類本の宮内庁、書領部本、岩波文庫は一類本の、東京大学国文学研究室本を主な定本とする。浅見和彦、東国文学史序説、長井義則、日本仏教説話研究、長住康明、 実験賞の世界、日本の説話4、中世に福島なお、実験賞、作品研究のためのセブミ、説話集の世界2、中世、長井義則、実験賞の作者、浅見和彦、2、第1部、第3章、古藤本綱、実験賞の編者像新編2本、古典文学前集本の石井進による月報、古今著文集の長住康明による解説、 福島なお、ありがとうございます。